近藤健介ってあのまま日ハムにいたら中途半端なお散歩マンで終わってたよな。チナハムやけどガチでソフトバンク行ってよかったと思うわ。一皮むけた。一番ヤバかったのは新庄1年目に殺度でセンターやらされてたことや。終わるどころか壊れてるところだった。あれなんだったんだろ。近藤がオリックス行ってたら、今年のパリーグもまあまあ楽しめたのに。こいつと山川でパリーグのバランス崩壊した感あるな。山川に関しては獲得に動かない球団が悪いわ。まあソフトバンクとほぼ話ついてたろうし、もしかしたらまだ週刊誌がネタ持ってるかもしれんから迂闊に取りにはいけんだろ。エスコンなら20本いけただろ。レイカズの小笠原道博。新庄が近藤に嫌われなかったら今頃ハムが首位だっただろうな。こいつが西武に行くと記事にした奴がいるらしい。今年優勝できそうだしな。優勝したくて FA したわけだし本人は満足やろな。守備が良くなったのは新庄の影響はあるやろ。契約時は騒がれたけど結果的に近藤は7億でも安かった。これじゃあ不倫してクビになった清田がバカみたいじゃないですか。お互いにとって良かったかもな。打定の年にパワーフォルム化するの凄すぎ。日ハムも西武並みに選手流出してるな。もうキャッチャーやれんの？そや清田は別に他球団が欲しがるほどの成績は残してないしね。今のハムに近藤いたらめっちゃいいな。ご視聴ありがとうございました。